天使を狩る一人の魔女がよみがえった。我を過ぎて優秀の都へ、我を過ぎて英語の遊具、我を過ぎて亡滅の民のうち、ここへ入る者一切の希望を捨て、我を過ぎて優秀の都へ、我を過ぎて英語の遊具、我を過ぎて亡滅の民のうち、ここへ入る者一切の希望を捨て。なんだ？暴いてやる。せっかくの衣装をこんなにしてせっかちね。お前らの相手は俺じゃないぜ。素敵な演奏だったわ、ロダン。当然だ、ベヨネッタ。ところで、私のナイトは仕上がったの？ああ、お気に召してくれるかな。エルフィンナイト、騎士の名にふさわしい銃だ。
しみはこれからよ。ビューティフル。車がまだローンが残っているのに。の礎となる。お前が宿す闇の力をここに示せ。何のことかしら。主の再臨は近づける。お話にならないわね。何が起こってるんだ。地獄のお友達がお腹が空いたってせがんで聞かないのよ。あんたくらいの獲物ならあの子もしばらくおとなしくなってくれそうね。カーマバーゴー。食事の時間よ、マイスミ。忘れたけど、私があんたを狩る理由はもう一つ。その苦痛で歪んだ顔を眺めるのが快感なの。世界をあるべき姿に。その顔よ、私は見たかったの。さあ、行かせてちょうだい。主神ジュベウスに栄光あれ。派手にやったな。ナイトはいい働きだっただろう。まあまあね。しばらくはこの子の世話になるわ。店を開ける時間だ。待ってるぜ。気が向いたらね。ミステリアスデスティニー、オリーブを添えておく。
ネズミかと思ったらチェシャじゃない。俺の名前はルカだ。いい加減覚えろ。なんだよ。女をつけ回す男はモテないわよ。心配無用。俺は顔がいい。クレアもトリッシュもシルビアもアミーも俺にメロメロだ。そう、お友達が多いのは関心だわ。でも待ち伏せて盗撮なんて悪い子ね。何しやがる商売道具が。てめえ、俺の車をめちゃくちゃにしやがったのもお前だろ。さあどうかしら。は、相変わらず記憶にございません。てか俺は20年前のこと絶対に忘れやしないぜ。フルルド知れ、この匂い忘れねえ。親父が殺された日と同じ、お前を初めて見た時に嗅いだ匂いだ。必ずお前の本性を暴いてやる。ゾクゾクしちゃう。茶化すな。お前が姿を消しても俺にはその匂いでわかる。名香と言われる香水フルールドシレ、その中でもひときわかぐわしいローズマリーの甘い香り、お前には似合わないぜ。香水のお勉強はできてないみたいね、チェッシャ。ルカだ。フルールドシレにローズマリーは調合されてないわ。あれは魔除けの香りだもの。魔女が魔除けの香水？笑えない冗談だ。騒ぎを聞きつけたか。じゃあね、ジェシャ。待て、ベヨネッタ。やっべえな。目覚めの時は近い。いい子ね。こんなところにいたら魔獣に襲われちゃうわよ。私は今ラグナ教の聖地ビグリッドにあるイザベルタワー前にいます。500年に一度ラグナ神教の主神ジュベレウスが降臨すると言われている今年、世界各地では信徒による復活祭が盛り上がりを見せています。しかし一方で神の復活のためと称し自殺する信徒が後を絶ちません。昨日もラグナ教の大司祭が信徒20数名と共に集団自決する事件が発生し、その後遺体を安置していた大聖堂が何者かにより一部破壊されました。こうした事態に世界各国では異常事態宣言が発令され、ラグナ教信者に冷静な対応を求めています。この宗教都市を実効支配しているイザベルグループの総帥が初めて人々の前に姿を現そうとしている。人間界は大騒ぎだな。バカバカしい。わけのわからん神様復活のために命を捧げるだと。まあそんなイカれた連中だから俺の商売になるんだがな。葬儀を引き受ける代わりに報酬を踏んだくるのか。お前もろくなやつとは思わんがな。俺はいつだって善人だよ。金さえもらえりゃな。様式のある奴らは気味悪がってイカレ教徒には関わりたくないって思ってるだろ。
俺のやってることはいわば慈善事業みたいなもんだぜ。だったらお金は教会にでも寄付することね。それより私の報酬をもらおうかしら。何言ってやがる。楽しく天使をやってきたんだろ。どうだ、気持ちよかったか。それで十分じゃねえか。どこか待てよ、早まるな。何が。くそ、大体おめえが大聖堂をボロボロにしちまったのが悪いんだぞ。おかげで報酬がパーだ。少しぐらいもったいぶらせろ。それはご愁傷様。厄介な葬式の見返りに情報を。約束よ。分かってるよ。まったく記憶どころか自分の名前すら覚えてねえってのに手がい態度取りやがって。名前ならある。ベヨネットだ。そいつだっておめえがつけてやったんじゃねえか。20年前に湖の底の棺桶から目覚めたものの、自分が魔女だってこと以外何にも覚えちゃいねえって謎だらけの女だ。天使をやって魔物への生贄に捧げるのも結構だが、どうせなら割り切ってもっと金になりそうなこと。おしゃべりが過ぎる男は長生きできないわよ。彼です。イザベルグループの総帥バルドル氏がついに姿を現しました。ここビグリッドはイザベルグループの生み出す巨万の富によって経済が成り立っていると言っても過言ではありません。信徒の崇拝を集めているバルドル氏の対応次第では、この相次ぐ自殺。おお、こいつだこいつ。今回の報酬としてベヨネッタに教えたかったネタは、この男はラグナ神教の親玉だ。今まで一度たりとも民衆の前には出てこなかったようだが、500年ぶりの復活祭に合わせてのご登場だとよ。噂では前の復活祭の頃から生きているとかいないとか。本当ならただの人間じゃねえよな。イザベルグループが抱えているのは古き良き宗教都市には似つかわしくない最先端のテクノロジーだ。信者には神の奇跡とまで言われていてな。ある筋の情報によれば、バルドルは古に滅んだ伝説の一族、賢者の末裔だっていう話だぜ。どんなおとぎ話でも魔女と対に描かれている光の使者賢者様が現代にお出ました。どうだ、なかなかの情報だろ。報酬は十分だったみてえだな。帰るぜ。息子たちがバースデーを祝ってくれるんでね。今日も酒代を払わないつもりか。お前からのバースデープレゼントはそれでいいぜ。ありがとうよ。仕事の依頼が入ったら連絡する。悪徳葬儀屋の豚野郎が。チャオ。お前が目覚めた時の持ち物だったな。ええ。そいつからは何も思い出せないのか。そうね。でも今はあのバルドルとかいう男の方がよっぽど興味深いわ。あの男は私の失われた記憶に関係している。なぜそう思う。エンツの情報か。女の勘よ。行くのか、ビグリッドへ。ええ。好きなのを持っていきな。500年という長きを待ち、ついにこの時を迎えた。あの子もいずれここにやってくるだろう。500年前と同じことの繰り返しになるのか、それとも。あの子の進む道は一本しかない。なぜなら私は三階の断りを理解し、全てを見通しているからだ。そう、これからなされることは
思考の世界に再構築せんがための善行なのだよ。ライトアイともあろうものが秩序より混沌を選ぼうとは。違う、今こそが混沌なのだ。我が娘と共に世界の目をなし、三階が混然一体とならなければ真の秩序、真の救いはない。強靭の理屈だな。お前ごときには理解できまい。私から離れられず残念だな。天使たちは実に良い働きをしてくれている。ジャンヌ、お前もな。500年の時を待ったのだ。お前もあの子との再会はさぞや楽しみだろう。すべては主神ジュベレウスを権限させるため。新世界創造の時は近い。メモリーは無事だったが、今回も奴の本性を取ることができなかったか。次はどこに現れるつもりだ、ベヨネッタ。ラグナ教、賢者の末裔。親父は500年前に滅んだ賢者と魔女の謎を追って魔女ベヨネッタにやられた。だけど、どちら様？私と同じ魔力があなたにもあるようね。改めて聞くわ。何者？遥か長い眠りで頭が鈍ったようだが、あなたとお付き合いなんてあったかしら。私のことを知ってるみたいだけど。お前よりは知っているかもしれんが。ますます気になるわね。私を倒せば教えてやってもいい。どうだ、何か思い出さないか。それはどうも。あなたをぶちのめせば思い出せそうな気がしてきたわ。鈍いやつだ。ふっ！
お前の力はこの程度なのか。どうかしら。もっとやり合えばわかるかもね。そのおもちゃでこれ以上何をすると。だってまだ遊び足りないでしょ。愚かな。これでは話にならんな。ねえダディ、マミーはここにいるの？ああ、いい子にしていれば、すぐにママが迎えに来てくれるよ。セレッサいい子だよ。じゃあ、一人でママを待てるね。もちろん。チェシャ、大丈夫だよね？このバーこんなところにあったかしら。臨時出店だ。俺に何か言いたいことがあるんじゃないかと思ってな。ナイトが聞いて呆れるわ。あなたもそう思うでしょ。どういう使い方をしたらこうなる。性格の悪い女と打ち合っただけよ。自分と打ち合ったのか。ん？修理しておく。今度はもっとタフに仕上げてちょうだい。何か飲んでいくか。先を急ぐわ。私を満足させてくれるナイトを楽しみにしてる。どうやら寄り道させたい奴がロダン以外にもいるみたいね。さてここはどこかしら。パーティー会場じゃないのは間違いないわね。あんた天使が見えるの？これは厄介ね。私と遊びたいの？まとめてお相手するわ。
泣くのはやめなさい。泣き虫とゴキブリは大嫌いなの。それに私はあんたのママじゃない。はい、マミちびすけは隠れてなさい。私とやりたがっている天使がいるわ。どうやらあの子に危害を加えるつもりはないみたいね。わざわざこんなところに呼んでおいて一体何が目的なのかしら。ねえ、大丈夫だよね。我、主神復活の礎とならさあ、踊りましょう。楽しめそうね。私とやりたいのは力づくで物にしようなんていけない子。あなたにはきついお仕置きが必要なようね。ほらいらっしゃい。気持ちよく昇天させてあげる。主神ジュベレウスに栄光あれ。おちびさん、名前は？セレッサよ。忘れちゃったの、マミ。多分、これからも覚えないわ。なんでこんな気味の悪い場所に？ダディが、マミが迎えに来るから待ってなさいって。あなた一人を置いて？一人じゃないよ。チェシャと一緒だもん。怯えて泣いてたくせに。マミ、お家に帰ろう。何度も言わせないの。私はあなたのママじゃない。パパがそのうち迎えに来てくれるわよ。マミーと一緒がいいね。困ったわね。おいで。最高ね。どうしたの、マミ？ちびすけ、これは？マミーが誕生日にプレゼントしてくれたでしょ。もう転んじゃダメよ。うん。しっかり捕まってなさい。うん、マミー。マミー禁止。うん、マミと一緒のお風呂、久しぶりで楽しいね。まったく、ちびすけがせがむから入れてやってるってのに。
ママとはいつも一緒じゃないの？知ってるでしょ。ずっと一人でお部屋にいたよ。ママも泣き虫が嫌いなのよ。泣き虫じゃないもん。マミー、なんで会いに来てくれないの？なんで一人ぼっちにするの？そんなの知らないわよ。私はあなたのママじゃないんだから。マミーのバカ。ずっと一人だったの？友達は？でしょ？ルームサービスを頼んだ覚えはないけど、取材手段を選ばないと訴えられるわよ。魔女相手に手段なんか選んでられるか。よ、マミー、このおじちゃん誰？チェシャ、いや、レディを狙って盗撮する変態のおじさんよ。変態？マミー、お前子供がいたのか。悪い冗談ね。まあ、作る過程には興味あるけど。俺はそんなもんに興味なんか興味なあ。落ちた。おじちゃん死んじゃった。お化けがお迎えに来てないってことは生きてるわね、残念ながら。俺はおじさんじゃねえ。もう寝ちまったか。しつこいわよ。そんなおもちゃまで仕掛けて、いつまで張り付いてるつもり？チェシャ、ルカだ。ベヨネッタ、この町で一体何が起ころうとしているんだ？興味がないわ。じゃあなぜここにいる？あんたには関係ないわね。親父を殺しておいて関係ないだと。その思い込みはもう聞き飽きたわ。またとぼけるつもりか。ジャーナリストだった親父は魔女と賢者一族の謎を解明することに人生の全てを捧げていた。まさかその魔女に殺されるなんて夢にも思わなかっただろうが、お前の正体を暴くことで親父の念願だった謎が解けるかもしれない。親父の残した手記によれば、500年前この地で賢者と魔女の一族が忽然と姿を消し、彼らの伝承も途絶えた。だが20年前によみがえった魔女ベヨネッタに、賢者の末裔とささやかれているバルドルの出現、今回の復活祭と関係があるとしか思えねえ。バルドルに会いに行くんだろう。さあどうかしら。お前の記憶が蘇った時、親父を殺した理由もわかる。あの時何があったのか。ちびすけめ、子守で忙しいわ。あなたに押し付けたいぐらい。ああ、それもいいかもね。
どうした、ジョーちゃん。ベヨネッタがいなくなった。まさか、まさか本気で俺に押し付けたのか。よし、お兄ちゃんと一緒にマミーを探しに行こう。おじちゃん。ジョーちゃん、俺はお兄さんだから。うん、おじちゃん。ああ、さあ、急ごうか。世界をつかさどる二つの目がもうじき揃う。主神復活目前とあって、天使どもはいつも異常に想像し、お前たちはレフトアイ覚醒のための生贄だ。我らの思惑は一致している。だが全ては我が悲願達成のため。そう、新世界創造のために。なかなか素敵な車ね。スクラップにするにはもったいないわ。派手にやりやがったな。ジョーちゃん、マミーが通った道は分かりやすいな。十分楽しんだでしょ。次は私が楽しませてもらうわ。次はもっといい車でデートに誘ってね。次から次に体が持たないわ。我の魂、主神ジュベレウスと共にあらん。おじちゃん、マミーにはまだ追いつかないの？もうすぐだ。我慢できるな。うん、この先にある空港まで行けば、イザベルタワーのある島までもうすぐだ。必ず会わせてやるよ。本当に？どう？ただ、空港がとんでもないことになってなければの話だけどな。ほら、出口だ。なんだこりゃ。ベヨネッタの仕業にしたって派手すぎるだろ。でっかいお化け、マミー。
剣士を狩るごとに力がみなぎっていく。体がへたってしょうがないわ。ベヨネッタのやつめ、飛べる機体を探さないと、こっちもやばいぜ。ジョーちゃん、あれで脱出するぞ。待って。どうしたんだ。下ろして。黒焦げになっちまうぜ。マミーがいたのか。お化けが。お化けって。お化けが来る。何言ってんだ、俺には何も見えないぜ。ローズマリーの香り。おじちゃん。お嬢ちゃん、悪いがお兄さんはすごく目がいいんだ。それより早くここから。いいからこれ。わかったよ。なんだこいつらは。まさか天使。ジョーちゃん、これは現実なのか。うわっ。おいおい、本当に天使だってのか。この化け物みてえな面してる奴らが。で追いかけてくるなんて。どうかしてるわ。マミあれも天使なのか。マミーだ。マミーなら大丈夫だ。ジョーちゃん、君のママはあのお化けたちと戦っているのかい。マミーは魔女よ。みんなを守る強い人なの。魔女、みんなを守る。うん、そうだよ。私もマミーを守る強い魔女になるの。美しい花が咲くかしら。やったー、マミがお化けをやっつけたよ。ジョーちゃん、返すぜ。そのメガネに魔法でもかけたのかい。ううん、メガネなくてもお化けは見えるよ。天使だが、あの匂いはいつもあいつが。ちびすけ、まさか泣いたりなんか。してないよ。グッド。あなたにはおとなしく子守していてほしかったわ。
ルカ。何度言ったら分かるんだ。俺はルカじゃねえ。チェシャだ。いい加減俺をバカにするのはやめろ。この子がチェシャだよ。え、イザベルタワーまで送ってくださるかしら、チェシャ。運が良かったな。このヘリはちょうどイザベルタワー行きだ。最後まで見届けさせてもらうからな。アンブラの魔女、ルーメンの賢者の言った通り、確かに素晴らしい力だ。長きにわたりこの世界を観測し続けた光と闇の二つの目よ、新世界創造の時は来た。アンブラの魔女にジュベレウスの祝福あれ。見えてきたぞ。よーく来てくれた、我が娘よ。いよいよ最後の試練だ。失った記憶への道しるべがお前を待ち受けている。全てをぶつけるといい。全てを。やばい。追いつかれる。なんだ、助かったのか、ベヨネットは。遅かったな。待ちくたびれたぞ。今度こそ少しは楽しませてくれるんだろうな。すぐにわかるわ。今度こそあなたが知っていることすべてを引きずり出してあげる。やってみろ、できるものならな。はっ。武器でやり合おうとは。まだ恐れが消えぬようだな。恐れ？記憶とともに明らかになる己が背負う宿命を本能的に恐れている。光と闇交わるとき、最悪は訪れる。古くからの言い伝えだ。その最悪は実際に魔女と賢者を滅亡せしめ、因果は今なお続いている。禁断の子として生まれたお前を中心にな。教えてやろう、世界の目と呼ばれる創造主の力。お前に宿っているのはその片割れ、レフトアイの力だ。ち、邪魔者めが。ここは待ちかねたぞ、レフトアイ。魔女ジャンヌよ、主神ジュベレウス降臨の邪魔は許さぬ。天使ごときが誇り高き魔女に命令できるとでも。失せろ、愚か者め。レフトアイ、主神のもとで待っているぞ。
随分と楽しそうな場所にいるな。あんたの店より退屈してないわ。うん。何度も言わせるんじゃない。お前たちの相手は俺じゃない。うわ、待たせたな、ベヨネッタ。銃が仕上がったぜ。今度は満足させてくれるんでしょうね。たっぷりとな。スカボローフェア、お前の新しいナイトだ。強烈に生まれ変わってるぜ。店で待ってるぜ。退屈が恋しくなったらね。どうやらようやくまともにやり合えるようだな。そうね、可愛がってあげる。言っておく、お前が私に負ければ、お前が連れているあの少女も消える。その調子だ。この感覚は。ジャンヌ、魔女の掟に従い、今より最強の戦士の資格を問う。組手の相手を選べ。あの日陰者と。それはならん。不浄の血を引く呪われし者と我らが交わることは許さん。私はかつてこの場所にいた。やっとか。さあ思い出せ。怖いか、己の記憶が。力を増しているのがわかるか。レフトアイを守ることは我ら魔女の務め。たとえそれが禁断の子であろうとも。我ら魔女。魔女一族のレフトアイを今こそ我らが手に。レフトアイ、さあ共に主神ジュベレウスのもとへ。一族の至宝レフトアイは誰にも渡さん。
あなたが私を。母の死で戦意を失ったお前を、レフトアイを守るにはああするしかなかった。子供の頃は無邪気だったな。そうね、あなたが私にとってたった一人のあのつまらぬぬいぐるみもだろう。じゃあ500年前のあの日、なぜ私を相手に選んだの？皆に疎まれていた私を。真に魔女最強の者となるために、最も強き者と戦って勝つ。それだけだ。賢者バルドルからは決して逃げられない。500年前の決着をつけろ。それがお前の運命だ。道を切り開け。お前ならきっと。ダジャン。すんなりここまで来れたぜ。どうやら俺も客人らしい。マミー、ちびすけ、あんたの宝物って何？チェシャ？ううん、チェシャは友達。宝物はこれだよ。宝物はね、決して話してはダメよ、どんなことがあっても。うん、私ね、もう泣かないよ。マミーのように何があっても逃げ出さない強い人になるの。私頑張る。まさか一人で行く気じゃねえよな。来るなと言っても来るんでしょ。来るんでしょ。中へ誘っているようだが、気はいいこと。愛する娘よ、世界の目、海岸の時は来た。ダディだ、ダディの声よ。待ちなさい。ダディだってこっちよ。チビスケ、久しぶりの家族再会だ。待ちわびたぞ。あの人を。ママとの旅は楽しかったかい？うん、マミーはとっても強いんだよ。そうか。私、お化けが怖かったもん。でも、マミーが亡くなって。強くなったな、セレッサ。うん。さあ、今日は部屋でお休み。そんな、まだお話ししたいことがたくさんあるの。また明日ゆっくり聞かせておくれ。うん、分かった。いい子だ。いい夢を。うん、おやすみなさい。一人でも泣かないよ。お利口さん。おやすみ、マミー。過去の私をどうやって連れてきたの？過去の？
ジュベレウス権限の影響で歪んだ時空の扉を開いた。幼いお前に汚れない目でこの愚かな世界を見せたかったのでね。おい、ソルジャー、あの男って。ルーメンの賢者、最後の生き残り、すべての元凶、そしてチビスケの、いいえ、私のダディ。500年この時を待った。混沌とした世界を粛清するのだ。天界、魔界、人間界、ジュベレウス復活により三界全てが無となり生まれ変わる。セレッサよ、私とお前は新たなる世界の神となるのだ。さすが世界のイザベルグループ総帥様だ。大風呂敷を広げるのもなかなかどうにいっている。だがあまり面白い記事になりそうもない。ルカ君だったね。君の成長はずっと見てきたよ。父上と同じ優秀なジャーナリストになった。親父を知っているのか。私の計画についてよく調べておられた。セレッサの居場所を突き止めてくれたまではよかった。だが少々熱心すぎた。あっ、なんだ、ローズマリーの香り。まさかこれはあの時の。そうか、お前が天使が親父を。お悔やみを言わせていただこう、ベヨネット。今まですまなかった。気にしてないわよメソメソしてばっかだったジョーちゃんですら、もう泣かないって覚悟を決められたんだ。俺も腹くくって全ての決着をつけなきゃな。ジャーナリストならこういうそやなやり方はいけないだろう。ルカ、セレッサ、旅はここで終わりだ。わからないわね。なぜわざわざ幼い私を連れてきたり、ここまで呼び寄せるような回りくどいことをしたの。お前は全ての記憶を失っていた。レフトアイとして開眼するには、力と積み上げた経験、そして愛を取り戻さなければならない。世界をめちゃくちゃにしようとした挙句、ママを殺した同じ口で愛を語るってわけ。ローサを殺したのは私ではない。世界の歪みが私たちを引き裂き、主神復活を焦った天使どもが彼女を殺したのだ。天使たちは進んでお前と戦い、魔力を高めるための生贄となった。仕上げはジャンヌだ。魔力を最大限に引き出し、お前の根幹をなすもの、すなわち記憶を取り戻させる。彼女は実によくやってくれた。狂ってる。いや違う、狂っているのは私ではない、この世界なのだ。私を撃てるのか。撃てないとでも。父であるこの私を、お前が我が愛しき娘、セレッサよ。新しき秩序と世界の始まりだ。
中心復活ってマジかよ。ジュベレウスよ、我らと共にあり。ジュベレウスと一つにならん。世界創造の神となる。まさかあれがジュベレウス。これが新しき世界への始まりだ。セレッサ、ママ、お願い、救って。狂気にとらわれてしまった魂を、あの人。光と闇交わるとき、最悪は訪れる。そうか、これがもう一つの、いや、真の意味か。遅かったな。貴様は新しき世界には無用の存在。そうかな。はっ！魔女一族の至宝は返してもらう。己の手で500年前の決着をつけろ。グズグズするな、セレッサ。まったく世話の焼けるやつだ。死んだんじゃなかったの？波のペットじゃ無理ね。そのようだな。愛する娘よ、セレッサよ、父に歯向かうというのか。そんなことはこの私が絶対に許さない。これが神の力。セレッサ、
役目は果たしてもらうぞ。もちろん、ただし私たち二人でね。とっておきがあるの。望むところだ。ヘラクフォーミーアドラマンアーマウォールアーババーゴー魔界の女王シヴァ、奴の相手にはぴったりだ。さあ、行くわよ。ああ、世界をあるべき姿に今からでも間に合う。目を覚ませ、セレッサ。バカじゃない、まだそんなこと言ってるのね。ママはあんたを救おうとしていたの。何を言う、新世界創造こそが全ての救いとなるのだ。つまらないエゴね。自分の思い通りの世界なんて作って何が楽しいの。私は今の混沌がお気に入りなの。ミクマワルアガキよ。ワルアガキしてんのあんたよ。捕まえたわ。よし、仕上げと行こう。全ての魔力を食わせてやるぞ。さあ、ママの思いを受け取りなさい。娘よ、このくだらぬ世界のせいで私と老様引き裂かれた。世界はあるべき姿へ戻らねばならぬ、ならぬのだ。叶わないお願いね。ママが待ってるわ。
めったが姿を消して一年か。たく、やつがいねえとせっかく山ほど来てる葬儀の仕事ができねえ。商売上がったりだぜ。なのだんよ。やっぱあいつ落ちんちまったんじゃねえのか。さあな。俺はただ欲しいというやつに武器を売る。それだけだ。そうですか。父さん、待たせてすまなかった。つっても出版にはこぎつけたもののあんま売れてねえんだけどな。あいつどこに行っちまったんだか。また会えるよ、ベネタ。懲りない子たちね。そろそろお家へ帰らないと教会は死体の山だわ。お前がシスターとはな。あら、案内悪くないわよ。なんならあんたもどう？ハイスクールの教師の方がまだマシだ。その前に、行儀の悪い子たちにお仕置きをしなくちゃね。昇天させてあげる。